AMD Ryzen 7 7800X3D が来たー。皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら AMD Ryzen 7 7800X3D になります。え、あんたこれ。今回 AMD さんから案件をいただきました。あれ、でもこの 3D 系 CPU って設定がすごいめんどくさいんじゃなかったっけ。それがなんとこの AMD Ryzen 7 7800X3D はめちゃめちゃ簡単に性能を発揮することができるんですよね。え、そうなの。その辺はまたお話をしますが、今回は2023年4月14日に新しく発売された AMD の新 CPU Ryzen 7 7800X3D のご紹介をしていきたいと思います。 AMD 3D V キャッシュテクノロジーが搭載されたゲーミング CPU の性能をいろいろと検証していきたいと思います。ぜひ最後までご視聴いただければ嬉しいです。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。では最初に今回使用する AMD Ryzen 7 7800X3D について紹介をしていきます。 AMD の CPU ですが、まず昨年10月に Ryzen 7000シリーズが発売となりました。そして今年2月末に Ryzen 9 7950X3D と 7900X3D が 3D V キャッシュ搭載 CPU として販売されました。で、今回 Ryzen 7 7800X3D が新発売となりました。価格は71,800円で発売予定です。てか、さっきから言ってる 3D V キャッシュって何？それではここで 3D V キャッシュについて簡単に説明をしたいと思います。正式名称は AMD 3D V キャッシュテクノロジーと言います。まず簡単に言うと、メモリキャッシュを 3D にしたものになります。CPU の上にキャッシュ用の SRAM を貼り付けることで大容量 L3 キャッシュを実現していますが、上に SRAM を重ねているので、その分厚みも厚くなってしまいます。まあ物理的に考えたら物の上に物を重ねたら厚くなりますよね。で、この厚くなった分を普通の CPU と同じ厚さにしないといけません。え、でも厚くなったって目に見えるかどうかぐらいのレベルの厚さじゃないの？そうなんですが、少しでも厚さが違うと同じ7000シリーズ CPU やマザーボードとの互換性がなかったり、CPU の発熱に関しても、薄い方が熱を逃がしやすかったりするので、できる限り薄い方が良いんですよね。で、この SRAM が乗って厚くなった CPU をさらに削って他の CPU と高さを揃えたのです。え、でもこの枝と隙間ができちゃわない。なので、この図のように、隙間にストラクチャーシリコンを入れることで、台を均一化して熱を逃がしやすい効果を出しています。なるほど、つまり CPU に最初から乗っているキャッシュメモリを物理的に増やしているのね。ですです。で、今回の AMD Ryzen 7 7800X3D は、前回発売された AMD Ryzen 7 7700X と何が違うかっていうところですが、こちらが両方のスペックとなります。おまけで Ryzen 9 7950X3D のスペックも載せておきます。コアやスレッド数は変わらないのですが、大きく違うのが L3 キャッシュになります。AMD Ryzen 7 7700X は 32MB なのですが、AMD Ryzen 7 7800X3D はその3倍の 96MB となります。3倍早いってことは、赤い、せい。いや赤いけど早いなんて言ってないから。で、L3 キャッシュが増えるとそんなに良いの？パソコンの働きの部分の説明になるのですが、基本的に CPU が必要なデータをメモリに要求します。もちろんその間のデータの行き来はわからないくらい早いものではあるのですが、CPU からメモリに行く前に、CPU のキャッシュメモリにそれがある場合、メモリとのやり取りよりも早くデータのやり取りが可能となります。ちなみに L3 キャッシュというのは、3番目のキャッシュのことで、1番目、2番目になかった時に使われる一番容量の大きい部分になります。人間で例えるなら、脊髄反射みたいなもんですかね。わかりやすいようでわかりにくい。あと違いはクロックが AMD Ryzen 7 7700X より低くなっています。なので CPU100% の力は劣ってしまいます。ただ、クロックが落ちてるのに TDP と PPT は上がっています。なんでクロックが落ちているのに消費電力が増えてるの？理由はわかりませんが、おそらくゲーム中でも安定して性能を出すためですかね。では続いて CPU そのものを見ていきましょう。シュラララ。では実物を見ていきましょう。外箱はかなり大きめな作りとなっております。今回はクーラーが付属されておりません。使用する際は別途クーラーが必要になります。箱自体は結構大きめで AMD Ryzen 5 7600X の箱と比べてみました。まずは高さについてですが、わずかに Ryzen 7 7800X3D の方が背が高いです。続いて横幅ですが、これは比べるまでもなく Ryzen 7 7800X3D の方が圧倒的に厚くなっています。では実際に開けていきましょう。カッターでシール部分を切って、オープン。開けるとすぐに CPU が目の前に出てきます。
上蓋を外すと CPU を取り出すことができます。その下には取扱説明書などが入っていました。一応気になったのでその下の台座も外してみたんですが、まあ何も入っていませんでした。こちらが CPU 本体となります。ライゼン7000シリーズの形ね。ということで、早速こちらを取り付けて検証をやっていきたいと思います。今回の検証機はこちら。CPU は AMD ライゼン 77800X3D、マザーボードは MSI Pro X670P Wi-Fi。メモリは G-Skill DDR5616GB×2枚、メモリクロックは CPU に合わせて 5200MHz で行いました。GPU はパワーカラーラデオの RX7900XT、こちらは今回 AMD さんからお借りいたしました。クーラーはディープクール AK620、電源は MSIMAGA850、SSD はサムスン製 M.2SSD1TB、OS は Windows 11 Pro で行いました。で、今回せっかくなので比較としてライゼン 77700X を持ってないので代わりに、AMD ライゼン 57600X と、AMD さんからぜひ比較してほしいということで、インテルコア i9-13900K も使って同じ GPU を使い性能比較をしてみたので参考にしていただければと思います。おお、相手の王者に対抗してるわね。KS じゃないから上から2番目ですけどね。で、検証前に1点。ライゼン 9750X3D と 7900X3D が出た時にいろんな方が設定でつまずいていたかと思います。この複雑な設定が必要だった理由は、2つの CCD が非対称構成ということでした。今回の AMD ライゼン 77800X3D の方は CCD が1個なので非対称構成に向けた対応などは一切不要となり、普通に OS をインストールしてそのまま利用可能です。CCD が1つだけなので、ゲーミング性能全振りのゲーミング CPU となっているみたいです。買ってそのまま使えるのはいいわね。ただし、マザーボードの BIOS やチップセットドライバーは最新版にアップデートした方がいいです。BIOS のアップデート方法は各メーカーのホームページからダウンロードして BIOS 画面からアップデート可能です。今回は時間がなかったので、とりあえず BIOS もドライバー類も全て最新のものにしました。古い BIOS でも性能が出るのかも気になるところですね。こちらが CPU-Z とタスクマネージャーとなります。起動直後に録画したので使用率が暴れています。名称もしっかり記載されています。TDP はしっかり 120W でプロセスルールも5ナノメートルになっています。ということで、皆様お待たせいたしました。ここからは検証パートとなります。果たして AMD ライゼン 77800X3D は世界最速のゲーミングプロセッサーと呼ぶにふさわしいか見ていきましょう。シネベンチ R23? まずは純粋に CPU の性能から見ていきましょう。最近タコア CPU が増えたので16スレッドもだいぶ見慣れてきましたね。では結果を見てみましょう。まずはスコアから。ライゼン 77800X3D のスコアは、マルチが 16,684 と 17,071、シングルが 1,748 という結果になりました。インテルのスコアはちょっと置いておいて、ライゼン 57600X よりちょうど2コア分多い感じのスコアになりましたね。ただシングルはクロックが低いせいだとは思うのですが、やはり一番下のスコアとなりました。こちらは最高温度と最大クロックになります。最高温度はマルチが84度と 81.3 度、アイドル時は 40.3 度、クロックはマルチが 4.5GHz、 シングルが 4.8GHz となりました。シングルが最大ブースト 5.0GHz より低く、何回かやり直したんですが、それでも 4.8GHz までしか出ませんでした。まあ泣いても手元にはこの CPU しかないので、今回はこちらの CPU を使ってゲーム系ベンチマークもやってみましょう。ファイナルファンタジー14FF14 ベンチマークです。設定は最高設定で 4K、WQHD、フル HD で計測しました。CPU が全コア近く動いている感じがします。WQHD とフル HD は割と平均 FPS が出ていそうですが、果たしてどんな結果となるのか。では結果を見てみましょう。これ?まずは 4K のスコアを見てみると、ライゼン 77800X3D が一番低い数字なんですが、CPU の性能差というよりも、GPU の性能が足りてないような結果ですね。WQHD とフル HD に関しては、かなり飛び抜けたスコアとなりました。この差は確かにすごいわね。同じ GPU を使っているのにこんなに差が出るということは、やはりそれに適した CPU を使うのがいいかもですね。続いては平均 FPS と最低 FPS です。やはりスコアが高かった WQHD とフル HD はライゼン 77800X3D が一番良い結果となっていますね。FF14 ベンチマークが AMD が得意と言われている DirectX11 というのも結果に反映されているかもしれませんね。では次。ファイナルファンタジー15。FF15 ベンチマークも行いました。設定は高品質で、解像度は 4K、WQHD、フル HD の3種類です。CPU の使用率は、フル HD は割と使っていそうですね。では結果を見てみましょう。こちらは全ての解像度で Core i9-13900K が一番高い結果となりました。どれも僅差と言っていいレベル差ですが、
こちらは FPS です。先ほどスコアでは僅差で負けていたので平均 FPS も僅差で負けているのですが、最低 FPS を見てみるとライゼン 7800X3D が一番良い結果となっていますね。 FF15 ベンチマークがダイレクト X12 ということもあるのかもしれませんが、 FPS が落ちにくいという点ではゲーミングプロセッサーを名乗るだけはあるのかなとも思いました。では次、サイバーパンク2077。こちらもダイレクト X12 のサイバーパンク2077になります。設定はウルトラで、レイトレーシングオン、解像度3種類で計測しました。こちらのベンチマークの CPU の動きは割と全体的に動いているかなといった印象です。今回は普通にベンチマーク測定と AMD Fidelity FX Super Resolution 通称 FSR2.1 を使った結果も出してみました。では結果を見てみましょう。まずは普通のベンチマーク結果、やはりダイレクト X12 が苦手なのか平均 FPS は僅差で i9-13900K に負けてますが、最低 FPS は AMD CPU の方が高い結果となりました。ただ、なぜかライゼン5 7600X の方が最低 FPS が高い結果となったんですよね。クロックの差ですかね。では続いて FSR2.1 の結果も見てみましょう。まずは設定クオリティ、こちらはライゼン5 7600X が高い結果を出しました。続いてはバランス、ここでもライゼン5 7600X が飛び抜けてました。最低も頭一つ抜き出てしまってます。続いてはパフォーマンス、ここで i9-13900K が追い上げてきました。そして最後がウルトラパフォーマンスになります。ここで平均 FPS が同じぐらいになりました。ただ最低 FPS を見ると AMD CPU の方が最低は勝ってるなといった印象になりました。ダイレクト X12 ならこういった設定を使えば FPS をしっかり出せるのかもしれませんね。では次は実際のゲームを試してみましょう。シティーズスカイライン。ではまずは街づくりシミュレーションゲームのシティーズスカイラインをやってみましょう。こちらはすでに私が作成したデータを実際に遊んでみました。設定は解像度 4K で、その他は全てコーデを行いました。 CPU の動き的にはそこまで全てのコアを使っていないのかなといった印象です。では結果を見てみましょう。ゲームを始めて10分後に計測したものになります。結果はライゼン7 7800X3D の圧勝となりました。この差はすごいわね。シティーズスカイラインはダイレクト X11 ということもあって、AMD と相性が良いのかもしれませんね。まあでも街づくりゲームなのでこんなに FPS が必要かどうか微妙なところですが。では次、アーク。重いゲーム代表のアークもやってみました。設定は解像度 4K で、グラフィック品質最高、リスポーン地点をちょろちょろやってみました。こちらも常に全コア動いているわけではない感じですね。では結果を見てみましょう。こちらはどれも同じような結果となりました。調べてみたところ、このアークはダイレクト X10 みたいなので、そのせいで差が出なかったのかなとも思います。なのでこちらは引き分けですね。では次、フォートナイト。フォートナイトもやってみました。解像度は 4K で、設定は全てこう、ダイレクト X12 レイトレーシングオンとオフ、ダイレクト X11 パフォーマンスモードでやってみました。同じシーンですが、 CPU の使用状況がかなり違うのがわかります。では結果を見てみましょう。まずはパフォーマンスモードの結果から、一応ライゼンが FPS のスコア的には勝ってはいるんですが。では次の結果、ここではライゼン5 7600X がダイレクト X11 で飛び抜けた結果となりました。あとはほとんど変わらない結果かなと思います。なんかちょいちょいライゼン5 7600X がすごい記録出してるわね。ですね。では次、エイペックスレジェンズ。まずは射撃訓練場の爆破実験から。訓練場ぐらいだとこちらも全コアは使用していないみたいですね。結果はこちら。こちらが結果となります。わずかにライゼンが勝っていますが、誤差の範囲内かなとも思います。実際の戦場にも行ってみました。実際のゲーム時は、先ほどの訓練場よりかは CPU たちが動いているのかなと思います。検証は全 CPU、ストームポイントというマップでの数値を計測しましたが、降りる場所や敵が違うので、こちらは参考程度に見ていただければと思います。では結果はこちら。こちらが結果となります。 4K の最低がちょっと落ち込んでしまいましたが、それ以外は FPS がかなり出ているなって結果でした。フル HD に関しては常に 300fps に張り付いているような感じでした。 APEX もダイレクト X11 なので、そこら辺が結果として出たのかなと思います。では次、動画エンコード。今回もハンドブレイクとフィモーラで 4K 5分動画を再エンコードさせてみました。ではエンコード完了速度に差があったのか見てみましょう。結果はこのようになりました。ハンドブレイクはあまり大きな差はありませんでしたが、フィモーラは結構差が出てしまいました。 GPU エンコードとはいえ、やはり CPU に頼る部分も大きいのでしょう。シュララ
ということで今回は、AMD Ryzen 7 7800X3D の検証レビュー動画でした。なんだかんだ色々やったわね。CPU の違いでそこまで差が出るのかなと思っていましたが、ものによっては結構差が出ていましたね。あんた的にはこの CPU はどうだった？今回検証してみて思ったのは、やはりゲームによって性能が発揮できるかどうかが分かれ目なので、自分が好きなゲーム、やりたいゲームの FPS が上がっているなら購入してもいいんじゃないかなと思います。ただ単純に CPU の性能が必要な人は、これじゃなくて普通の X モデルの方がクロックも高いしいいかなと思います。あと最後に消費電力についてもまとめてみました。結果はこちら。結果はアイドル時はインテルの方が低かったのですが、シネベンチ中やゲーム中はライゼンの方が低い結果となりました。最近電気代も高くなっているしね。そして今回検証できなかったんですが、MSI マザーボードには、今回の BIOS アップデートで、エンハンスドモードブーストという機能や、ハイエフェンシェンシーモードなどが追加されたみたいなので、この辺も試してみたいところではありますね。ということで本日はここまで。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃん、けん、ぽん。またねー。